乗り越えネットの記者会見にお越しくださいまして本当にどうもありがとうございます。共同代表の一人を務めさせていただきます。東京生まれ東京育ち3代続いた江戸っ子の、在日三世新須郷と申します。上野千鶴子です。女性差別をやる人と民族差別をやる人はなぜだか重なっていることが多いですね。なぜだか理由は知ってますけど、今女性差別はセクハラ発言やっと違法行為になりました。で心の中で卑劣なことや卑劣なことを思っている人はいっぱいいる。でもそんなことまで取り締まろうと思っているわけじゃないんです。だけど公共の場で言うな、でこういうことはやっぱり絶対許せない。こういう行為に対して対抗的な、発言をちゃんとやっていくってことが重要だと思って出てきました。弁護士の津宮です。私たちは弁護士として基本的人権を守る仕事をしてきてるんですけど、人種差別それから排外主義こういうことを煽り立てるというのは他人の人権を傷つける、表現の自由という のを日本国憲法は保障してますけど他人を傷つける自由までは保障してないと思っております。それから私は弁護士として社会的経済的弱者の支援それから貧困問題を取り扱ってきたんですけどこういう人種差別排外主義的な運動というのはいずれですね社会的経済的弱者もうすでに安倍政権になって生活保護バッシングが起こって生活保護受給者に対する大幅な切り下げあるいは生活保護の改悪が行われようとしてますけどこういう社会的弱者を排除する動きにつながっていって日本社会そのものが大変悲観ような社会になっていくんじゃないか。差別をなくすというのはやはり全ての人が生きやすい社会そういう社会を作ることになるというふうに確信してましてこの運動に参加してさせてもらいました。よろしくお願いします。私は今回のそのヘイトスピーチやヘイトデモを見ながら憎しみというものがこんな形で吹き出るそしてそれが自分に向かってくるということに対して深く傷つき深く考えました。で同時に自分の世界にあるものともまたリンクして考えました。かつて私の叔父は日本国籍を取った時に私にこう言いました。俺はお前たちとは違う、俺は日本人になれる帰化できる朝鮮人なんだと言いました。そういうふうに言うことによって叔父はこの社会で生きていくことのバランスを取りました。そしてちょっと豊かな人少しうまくいってる人の親戚のところに行って自分が気に入らないことをされるとですね叔父はその家の店の前でとても大きな声で言いました。おい朝鮮人、おい朝鮮人と言いました。朝鮮人が朝鮮人ということに対して一番傷つくということをよく知っています。そしてヘイトスピーチを口にする人の中にも私たちと同じような執事の人たちもいます。過剰適応した社会がそこにあります。簡単に KKK とかそれから単純なレイシズムではない根の深さが私はこの社会の中にあると思っています。だからこそ司法も大事です。勉強も大事です。でも体を張って前に向かってそれは違うんだということを言い続けることは私はもっと大事だと思っています。そんな思いで私は声を上げました。では、この後は皆さん方から記者の方から、質問を受けたいと思います。恐れ入りますが、必ずお名前とそれから、どこの、所属なのかをおっしゃってからご質問をお願いいたします。では、よろしくお願いいたします。どなたでも結構です。どうぞ。共同通信の社会部の記者で吉田と申します。活動内容について何点かお尋ねなんですが、はい、まず1点、そのカウンター活動というのは実際にそのヘイトスピーチの現場でその皆さんが、それに反対するして歩いてっていうような行動を意味するものなんです。
まず現場何が起きているのかということを把握することも大事です。その上で私たちはその現場に行くということも大事だと思っています。すでに現場で頑張っている人たちがたくさんいます。その人たちを含め多くのネットワークを組み、そしてどこで何が起きるといった情報が入ったときにそれを連絡をし、そしてその現場に駆けつけるということを行動の一つとしてやっていきたいと思っています。実は4月でしたかね、東京の町田市が防犯ベルを子どもたちに配ってるんですけど、朝鮮学校だけ外すということを決定して、まあ私も市役所に駆けつけて行って文句言ったんですけど、まあほどなく撤回されて配られたんですけども、実はその後ですね、ジャパンタイムズの社説を読んだ時に、実はこの町田の問題というのはほんの一部であって、この国を覆っている非常に不穏な動きの中の象徴的なものだ。いただきます。はい、最後に、はい、じゃあちらに